今春選抜出場の静岡の大石鉄平内野手、稲垣類内野手、小柳門外野手、すべて3年が、指定校推薦で関西学院大に合格したことが9日、分かった。大石は総合政策学部に合格し、来春から関西学生リーグの公式野球部でプレーする。聖高では3番3類手だったが、大学では遊撃手や2類手で勝負したいです。 スピードをアピールして早くからベンチに入りたいですと意気込んだ。経済学部合格の稲格も公式野球部に所属予定で、持ち味の積極性をアピールしたい。高校でも明治神宮大会に出たので、大学でも神宮を目指したいです。7番一塁手として見せた力強い打撃をさらに磨く決意だ。首相としてチームをまとめた小柳は教育学部に合格し、等と公式野球部に所属予定だ。 教員免許の取得を考えており、指導者として甲子園を目指したいです。三年夏は後輩に定位置を奪われ試合出場がなかったが、甲子園でのいい思いと、夏に出られない悔しさを両方経験できたのは、指導者になる上ではプラスと思いますと振り返った。三人同時合格については、楽しさも苦しさも一緒に味わった仲間。今後も何かあれば助け合っていきたいですと笑顔で話した。 平木かっこ鈴木正明天大石鉄平、大石、鉄平1999年、平116月11日、藤枝市生まれ。小一から野球を始める東海大静岡かけるようなか3年夏に3番遊撃手で全国3位。168センチ、72キロ右投げ左打ち血液型日。稲角類、稲積、類1999年、 平十一、ゅ5月11日、静岡市生まれ。小三から野球を始める大里中では静岡事区所属。静岡では1年実るからベンチ入り点176センチ、78キロ。右投げ右打ち血液型へ小柳角、小柳、連2000年、平十二、ゅ1月13日、東京、港区生まれ。 小一から野球を始める高松中を経て静岡に進学。二年秋に当手から外野手に転向点178センチ、74キロ。右投げ右打ち。血液型 B。